どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはですね、スキウェアなんですが、一番外側に着るお洋服じゃなくて中に入れる中間着、ミドルレイヤーというようなことでお伺いしております。ただですね、春先であったり暖かい日はですね、ジャケットを脱いでアウターを脱いでこれだけで滑ることもあるというような感じで、非常に出番の多いウェアになっております。脇の下にベンチレーションがついていたりして、まあ春スキー夏スキーなんかにはですね、大変活躍するんではないかなというようなものなんですが、汚れてますね。すごい汚れております。もう何シーズンも洗わずに、たくさん着続けて、しかもそのまま放置してしまったのかなというような汚れの具合ですね。ブランドはデサントでございます。ちょっとここプリントを浮いてきてるのかな。首周りにはですね、フリースが貼られておりますし、非常に機能性の高いお洋服なんだと思いますよ。運動性を良くするためにですね、生地ストレッチするような気がします。お洗濯表示ドライクリーニングできなくて、水洗い手洗い中性30度、素材はポリエステル 100% と書いてあるんですが、この洗濯表示はもう古いお洗濯表示なので、まあ、少なくても2016年12月以前のそれよりも古いお洋服なんですよ。でお客様にお伺いしたところですね、相当長いことを着てると古い服だというふうなことをお伺いしておりまして、でその他にですね、やっぱり素材の特性上劣化してしまうことが避けられないというふうなこともですね、お客様にご説明させていただきました。ポリウレタン樹脂だからというようなことがですね、書いてあるわけですよ。加水分解とかね、ポリウレタン劣化とかね、検索していただければいくらでも出てくるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ素材の特性上しょうがなくてですね、全く着なくても洗わなくてもデッドストックであってもそんな風になってしまうことが避けられないわけですね。じゃあもうだいぶ古いし劣化しているだろうからもう何もできないのかと言われればそうじゃなくてですね、この汚れ、特に襟周りひどいんですけど、全体的な汚れも相当だし匂いもかなりしてますので、まあ、洗浄させていただいた結果がですね、こちらでございます。まあ、シミと汚れと匂いに関してはですね、綺麗にすることができました。ただその劣化していることを意識すればですね、温度濃度時間機械力といった洗浄力を重視した作業をあまりしたくないなと。でもね、お預かりの状態、汚れ具合からしてみればですね、それはもうかなり洗浄力を重視した作業をしないと綺麗にはできないなというふうに思ったので、どうしようかなというふうに考えてですね、全体処理丸洗い機械力をかけて洗う際にはできるだけ、その洗浄力を制限するような感じ で特に汚れがひどい部分に関してはですね、なんとかこう部分処理で、綺麗にすることを意識して作業させていただいたんですが、まあ一番ひどかったのは襟周りなんですけども、でもやっぱ全体がやっぱり汚れていたので大変でございましたね。シミ汚れに関してはすっきりと綺麗になってますが、わかりますか、この黒いなんかドット状の色の段差見えるの、なんかちょっと黒カビみたいな嫌な感じの色の段差が見えてますよね。これに関してはですね、もうシミ汚れじゃないんですよ。もともとのシミ汚れ、この黄ばみ黒ずみみたいなのはこんな風にすっきりと綺麗にすることができるんですよ。できるんです。それは外部要因、外からついたものだからなんですね。じゃあどうしてその黒いドット状のものが見えているのかと、これはもう内部要因なんですよ。中から、中のものが剥離しちゃってね、何かしらのものが貼ってあったものが剥離してしまって、それが見えてきてしまってる。こうやって引っ張って表生地1枚だけを引っ張ってそこだけ見ると全然黒っぽくなってないというか、ここに色の段差がついてるわけじゃないんですよ。ストレッチしますね。中なんです。中、これはねもうどうしようもないです。内部要因、中から見える劣化なので、もうそろそろ寿命かなというような感じなんですが、でもまあまあ姿形がなくなるわけじゃないですし、お客様的にあそんなの全然気にしないよ大丈夫というようなことでおっしゃっていただいたので、
まだお客様の判断でですね、来ていただくことというのは可能かなと思います。このデサントのねプリントはしっかりくっついてるんですよね。大丈夫なんですよね。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。